my asshole. Okay, 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 okay. No, no, 力強すぎるこいつ。いってやばい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 、何マイク・タイソン、あいつコナン・マクレーが来た。いってドラッグ売りたいだけなんだが、落ち着いたかな、そろそろ消えてる。何あいつ、ボコボコにされたんだけど、痛すぎる。どういうこと、助けて、これ何、どういうこと。他人の島の NPC 殺しまくったら中性度下がるらしいぞ。いや、ちょっと薬売ろうと思ってバイクにアタックしたら引きずり下ろされてボコボコにされた。大丈夫だ、え、大丈夫ですか。え、めちゃくちゃだよこれ。大丈夫ですか。外部介入かも。これ大丈夫ですか。いやでも青服だったよ今の。利用料が多い。これ何が起きてるんですかこれ。の別の組織が普通にやってきてる。あ、そうですか。これ誰から直せばいいですか。誰から直してほしいですか。銀行、銀行強盗の、はい、あれかな。かな。まあ、これがありなんだったらちょっと。では今から蘇生オークションを開始しまーす。まずは100万から。はい、誰からですか。ね、白井さん、白井さん。それってさ、もともと一緒にやってんだよね。え、いや、え、俺知らないよ。うん。はい、誰から起こしてほしい。はい、緑さん100万、100万。いや、じゃあ100万でいいよ。はい、じゃあ緑さん100万です。100万出ました。150、はい、ふわみなと150出ました。150でいい。じゃあ、はい。オッケー、1億。はい、はい、絶対起こします、絶対起こします。でもこれ、あの記憶でいなくなったらもう1億の価値なくなる。紫髪ですね、これ。これですか。あ、それじゃないです、それじゃないです。これだから、もうちょっと事件性ある人を離れないしないと大変だよ。死に生活されこれもう。はい、というわけでこれ全員提示したら1億。お待たせしました。おい、今のうちにコーラさん。俺、俺が来ただけなんですけど。ついてくるな。待てー。クズ外してこれ。ついてくるな、個人。俺外れた。1億で買われたんだ俺は。蘇生オークション。蘇生オークションマジかこれ。じゃあ150でやってくるか。ちょっと。さん。ちょっとバグったバグった。外せー。ちょっと。外せー。いや。外す代わりに俺を蘇生してください。いや。頼む。どっちの味方なの？え？どっちの味方なの？俺は金の味方だ！金の味方か、じゃあいや。200出すから。いや、1億で張り合えてないからそれ。こうやって指名手配即打ちしていいの？あ、していいよ、大丈夫。オッケーオッケー。はい、止血しますね。白マンタ先生捕まえに行くわ、殺して。大丈夫ですか？ウィリーどうやんだっけ？こうか。よいしょ。うまくなったもんだね。大丈夫ですか。やべえやつじゃん普通に。それではオークションを開催いたします。出た出た、1人しかいない。まずは100万円から。はい、オークション1人しかない。誰ですか。100万で、100万で。じゃあ150万ですか。1人しかいないんで。あー、100万ですよ、100万ですよ。100万で、はい、100万、はい。いや、100万の方いませんね。100万で、150、はい、150ありました。150、はい。150、マジか。出血座礁と、何があったんですかこれ。一人しかいないだろ、オークション。はい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 、どんまいどんまい。え、請求忘れた。請求し忘れた。俺も無料じゃねえか俺。ふざけんな、伝説のドクターKになっちまう。なんか落っこってねえかな、誰か落っこってないっすか。あれ、怒ってますやん。やばい、待って。いますよ、大丈夫ですかこれ。これ、やばい、売られるこれ。いくらっすか。いくらですか。俺次第で逮捕させることもできるんだぞってことで、卓上調味料全部かましてしまいました。怒ってますやん。まず
ずい。ねえ、まずいですよね、警察に捕まったら。まね、これね、いくらだろうな、罰金。これいくらですかね。罰金いくらなんですか、これ捕まると。いや、わかんないです、いくらなんだろう。これ多分あれですよね、サーマイトの方を取ろうとした感じですか。いや違います。ちなみにまだ現場に落っこってます金づる、あ、じゃねえや、患者すみません、かから始まるんで間違えました。いやちょっと金づるはいないですね。いやあなただけか、生き残り。くー、一人だけかな。一人だけか。あーちょっとこれいくらなんだろうな、罰金。あ、ちょっと聞いてみますね。ちょっと警察の電話も知ってるんで。はい、あ、すみません、もし、どうした、もしそこで捕まったらいくらぐらいの罰金になるんですか。今のさっきの救助、はい、さっきの救助ね、指名手配とかも込み込みだったからちょっと曖昧なんだけど、クザの場合は死んだ人間を運んでたら逃走補助の300万と、うん、俺ってよりかは、まあそこにいた人がもし捕まったらいくらになるのかみたいな。あー、あそこにいた人は、プレイヤー殺人未遂の300と、はい、300、はん。ちょっとあれ、軍事がね、かかってるか、ちょっとまだはっきりできないんだけど、かかってる場合は、プラス100から200乗るから、500。500、はん。から、皇室、道路交通法10とかの、合計50。50? 650、700とかかな。105、まあ大体。でも、その犯人引き渡したら1000万払うぞ。すぐ来ます。どこにいますか?すぐ引き渡します。すぐ引き渡します。8037、8037。8037、了解でーす。はい。1000万入りまーす !8037 に1000万ね。1000万ですけど、どうですか?どうですか?いますか、1000万以上の方いますか。これは救急車ではなく、警察に運ばれるか1000万かですか。今多分あなたがいるのがちょっとバレちゃって。はいはいはい、3037だった。3037、すぐ行きます。1000万ですね、はい、すぐ行きますよ、はい、騙すのなしですよ、もう本当に。もちろんもちろんもちろん、ドクターなんでね、元ね。はい、すぐ行きます。3037に行けば1000万。3037と。わかりました、何ですか、何ですか、何ですか。一回話してもらっていいですか。何ですか、一回話して。一回話し合いしましょう、一回。話し合い、もう。一回話し合いしましょう。3037、あ、ここか。もう話し合いもね、ドライブしましょう、ドライブ。あどうかしましたか。うひゅ、1000万まで。2.6 キロですね、1000万まで。やだ、速いな、170キロ出るな、このバイク。今これは何ですか。伊藤は警察署に連れてかれてます。今なんか、はいはい、犯人引き渡せば1000万くれるって言うんで。じゃあ伊藤はじゃあ、はい、いくら払えばいいですか、これ。それが1000万、まあ、いくら払えばっていうか、まあ、結局1000万以上になりますよね。以上ね、はい、以上ね、はい、1.4キロ、1.4キロ。だったら伊藤捕まった方がマシか、これ1000万だったら。そうですよね。じゃあ行きましょう、豚箱レッツゴー。行きましょう行きましょう。うめえ、俺。いやー、警察もなかなかもう稼いでるねー。わかりました。一回止まりましょう。うわー、もうあと、あ、もう目と鼻の先。291メートル。はい。はい、200。1000万でいいんですね。1000万はもらえるんで、1000万以上ですね。はい、250は。はい、254。3、2、やばい。250。あ、はい、240メートル。あ、やばいやばいやばい。200。あ、やばい。あー、行っちゃう、もう、あー。着きましたー。はい、着きましたー。はい、どうも前田リー。はーい、請求出しといてねー。はい、先生。いやー、なんかね、悪い人拾ったんでねー。あ、 やっぱ警察に渡さないとだと思って。いい人だね、君は。いや、本当に、はい、ありがとうございます。起こして、僕に言ってます。はいはいはい、了解。あ、もう起こすのタダにしときますんでね。あ、はい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 。重傷と出血と。あ、これ大丈夫ですか。すぐ直しますよ。私は医者です。いや、そんな、もっと高い金払えばよかったのに。いやー、なんかそれなら捕まった方がいいとかね、なんか意味不明なこと言ってましたけどね。じゃあもう仕方ないね。あと重傷か。私の白髪のゴッドハンド、ホワイトジャックと呼んでください。じゃあ請求の方出させていただきます。すみません、いつもありがとうございます。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万と。はいはいはい、しい、はいはいはい、ありがとうございます。最悪や。いやいやいや、そうだ、お兄さん、はい、ちょっと荷物検査だけいいですか。あ、すみません、次の患者が
危ねえ危ねえ、芋連れて行かれるとこだった。孤児院はどっちの味方ついてもいいらしいからね。孤児院おもれー、金になるし1000万ウーマです。俺の心情は金持ち優先ってやつだから。アザス何ボスかかっちゃこれ。安くしといたっす。50万アザス。全然安くないじゃん。ぼったくられてるって50万。おいおい、俺数学わかんない、算数わかんねえんすよ。危ない危ない算数わかんねえっすよね。ちょガチでいい加減にしてくれ。算数わかんない、ね、算数わかんなそう。確かにでもガチ、ちょっと待って俺、俺本当にもわかんない。いやもうごちそうさまでーす。ゴチになるのー。適正価格いくらですか。適正100万のところね、50万で売ってくれてる。あ、安いじゃないですか。そうっすよ。あ、ちげえ、適正10万だったわそれ。適正10万っすか。うん、それ俺の車や。危ねえ危ねえ危ねえ。あれ、マンタ先生行くとかだと危ない。やめろ、何をしとるか本当に。お前も何見てんだよ。お、始まった。どっちが勝つ。放送。いや俺ね、いや俺竹さんにかけますわ。じゃあ俺竹ジェイコ。なあ、竹ジェイに。はい、じゃあ鶴木くん20万円もらうね。はい、ありがとうございます。かけ勝ったんで、暴行罪で50万か。おいおいおい、警察って、全部やってるじゃん今。町の町の職業全部やってる人。あいつ本当にやった。本当にどっちこれ。ま20万とニトロ50万まだいいよ。これ暴行罪マジ。じゃ起こされないですクズさん。じゃじゃじゃ今ね、出す起こされないです。俺やばいっすよ今。前菜さんマジ500万とかしかないって。町のおもちゃじゃんもう。借金600万っすだから、マイナス600なのに。じゃあほんと J おかしくなってるって。90万だよ。 J ほんとおかしくなってるって。じゃあ変なスイッチ入ってる J。 俺 J のためにガソリン持ってきてしたよね。なんで俺こんなボラれてるの。金マイナス600万。俺は焦げつきすぎなんだけど。スルギー J 俺マイナス600万っす今。え、同じグループなんですか、あのクズハさんって。いや知らないっす。はじめまして、鶴木さんってどこのグループなんですか。マジでやってるこいつ。ひえ、ちょっと待って。ひえ、ラッパー。ひえ、ひえ、待って、ちょっと待って。ひ、待って、ほんと220万いかれてる。何考えてんのこいつ。ちょっと待って、俺取ってないから、俺取ってないから。あれか、部下の責任か。クズハさん、はて、ふざけてんの。ちょっと待って、待って松本さん、今すぐ離れます。やばいやばい。おいおい、そうなんすか。 J こら、 J こら、おい50万俺が払うんでやめてください。50万じゃねえよな。そのまま、そのまま100万。請求が今何、いくら来た。1、10、100、1000万、10万。おい、舐めとんのかこれ。クザさんの請求とか俺おにぎり小僧が。やめてくださいよ、ちょっと。迷惑料だ、迷惑料。100万払うす、100万。100万払うす。150万ね。誰の足元見てんだこの野郎。俺とウルシャはいつでも行けると思う。鶴木くん以外すぐ行きます。ヘリがもうずっと追いかけてくる。いやいいよ鶴木くん、そのままヘリも引っ張ってもらって俺ら行かね。いいね、行くか。じゃあ巻田まで行って。巻田もめっちゃ上行って、めっちゃ上行って、最低でも2台は持ってけるから。俺ら着いたらもう行っちゃうか。ニューヘイ、鶴木さんまだ逃げてる。逃げてる、まだ逃げてるっす。いいよいいよ、その調子よ。なんかあったか。なんか警察がとかたくさん出てきてないって言いながら。だってヘリめっちゃ空港に近いところに2台あるんだけど。マジで近い、もう本当に真横。めっちゃ来てるっす。4台ぐらい来てる。あ、じゃあやろう、じゃあやろう。あ、待って、なんで。さんどこいる。あ、俺も着いたよ、俺も着いた、俺も着いた。俺流れでいける。じゃあ沸かしていい。いつでもセットできます。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、沸かせるだけじゃ通知いかないんだっけ。いかないけど、待つわ、待つ。オッケーオッケーオッケー。はーい。サイレン、パトカー乗ってる。これ、入り口のやつ倒せる。メインの入り口から入ってきますよ。はい、行きます。今入った。バイク一人とパトカー行きたい。ここ下がらない。まだ行ってない、まだ行ってない。飛行機の左前ちょ、やっぱやっぱやっぱ。飛行機は回ってる。おほほほ、やった。ちょ待って、きつきつ。金取れお前。金取れパトカーもう一度来た。
これ終わった。特別来た。中いるよ、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 みんな落ち着いて、みんな落ち着いて。早すぎる。あれ4人引っ張ったって言ってたよな。全然100万人いない。いやそうだよね。これ何100万人引っ張ったって聞いてたのに。400万人引っ張ったはずが100万人こっちに。とんでもない。もうちょっと連続は無理か。剣ベイト、あこれか、うんうん、のはずだったんだけど。どういう感じ。そっち、あの剣ベイトに全ケースほぼ全員行ってたんだけど、剣ベイト終わったのがね、空港の近くなんだよ。なんであいつ空港の近く来てんだよ。おい、なんで近くで捕まってんだよ。ふざけんなよ。なんか、ね、なんか猫カフェらへんでね。え、マジで近いじゃん。執着して、もうあいつベビーカーハイブイした。俺がMPK されたってこと。いやこれ引っ張られ MPK だこれ。ちょっと頼む。マジかよ MPK や。北ってさ上なんだけどどうなんだろう。方向わかんないタイプ。もしかしたら北がこっちだと思った説ある。俺らが悪いか、もしかして。北と南じゃなくて上か下かで言うべきだった。言うべきだったかも。いや明らかに量多かったもんね。だって捕まった場所マジで近かったよね、ここ。固まりきた今。半分よりは下だったと思う。確かに俺らちょっと敵処理下ったけど、うん、でも早いなって思った。いや、そうね、下ってなくても多分俺らが一ブロック目つ、あの多分回収してる時にあの人数来てたと思う。まあ確かにな、速度的には。まあ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 頑張ってくれたんだよ。警察全員行ってたんだもんね、剣くんのとこ。めちゃめちゃいたよ、いやでも頑張って、チェイスには頑張って空港まで警察を連れてきてくれた。頑張って一回空港来たし。いやでもすごい。え、一回空港来たの。一回空港まで行ったよ。え、北は行ってないの。北行って戻ってきたんじゃなくて、ずっと空港で待ちながら。どういうことなの。え、てかなんなら今この通ってるこの道路にもいましたよ。嘘でしょ。ちょっと頼む、上場酌量の余地を頼む。鶴見に罪を決めてくれ。全責任は鶴見に。全無茶苦。待って、俺なんかさ頭いいみたいな話もちょいちょい聞いてたんだけど、カルビってこと。男版のやっぱ鶴見なの。やっぱ鶴見だよ。だからじゃない、この辺にヘリいたの、ね、警察の。あ、そうっすよ、それっすよ。それで追いかけてくる。そういうことか。笑える。いや素晴らしい、素晴らしい。うん、笑素晴らしいエンターテインメントを提供してくれた。全部つぶて。もうただでさえ2億払ったのに。さっき共犯じゃないの、銃刀法も。銃刀法分かってます。ですね、我が組のですね、鶴瓶くんなんですけども、はい、北に逃げろとの指示を受け、はい、空港に逃げて警察全員を引き連れてしまっていたみたいで、すみません。北と南間違えたってことこれ。MPK されてました。MPK が発生しただけで。よろしければ次回もあのお手伝いしていただきたく、はい、今回のは本当にミスなんです。はい、次はあの彼いないんで。内緒で行くの。上と下で伝えるとかじゃなくて、もういないんだ彼。そう、彼はじゃあの。だからもういない、あの無線番号か、ね、変わった。つるぎくんメンタル強そうだったからな。確かに。マジで面白いな。なんか昨日縄張り争いかなんかでクソ配信が荒れてるっすって言った後も、俺これなりわいにするっすって言ってた。皆さん来た。はいはいはい、皆さん、つりくん質問があります。すいませんでした。北に逃げてっていうのがもしかしたら聞こえてなかった説も俺の中であって、いや、あのタックルされてぐるぐるぐるってなってどこか分かんなくなったっす。まあ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 、三半規管がいったんだよね。三半規管いっちゃうじゃん。目はあったよな。診断するわ。ぐる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 。あ、これどっちだ。これもちょっと直します。メンタル回復します。俺完全に南に走りまくったんすか。一旦鎮静剤というか空港の目の前でチェイスしてたから。
俺らなんか100万人の軍勢に襲われて、すいませんでした、金に触ることもなく死んだ。本当にすいませんでした。あの全部請求、あの治療費の請求全部俺に当ててください。わかりました。俺ガチでさっきまで3億の請求あったんで、剣ビジネスしようとしてるマント先生が。全部いきます、全部いきます。ちなみにコメント欄今日もまた終わりしたっす。今2日連続で終わりしたっす。今誰か一人ありがとうございます。いいね。彼は一人バイクで。いや、バイク前でなんか笑ってなかった。いやもうあのストレスがかかりすぎると笑っちゃうから最後は。人間ってそうだから。なんか極度のストレスを抱えると笑っちゃうらしいね。もう笑っちゃうらしい。そうなんだ。今ね本当に一人で笑ってなかった。メデメデ、銀行強盗中なんですけど、セリーバイク2台ヘリー1台車1台来ました。セリーにヘリー、ヘリー1セリーバイク2台終わってます。それ今え待って、セリーが 2?セリーが2でヘリーが 1? セリー2ヘリー2 4台合計。いやそれセリー2は逃げれねえわ。セリー1セリー2 セリー2だもんね。セリー2ヘリー1セリー2だよね。水木くん、下に逃げた方がいい。どうする、今すぐ下、下か下か上かで言わないと。大丈夫か、方角わかるか。俺らが導かないとスイカ割りのあれみたいになってる。右右右右左左左左。今回ちゃんと北に逃げてます。ちゃんと今回北に逃げてます。セリー2に終わりです。待って、南行ってくんない？あれ俺今から北で薬売るから南行って。行ってます、南行ってます、南行ってます。今回ちゃんと守ってるっすね。いいよいいよいいよ。ちゃんと南移動したっす。俺このまま南行きますね。あのヘリーマジで負けないんで、ちょっと限界まで時間が過ぎますよ。時間か、時間時間稼いといて、頼む。今回だけは障子合わさせてください。ここで時間、俺これじゃでも合わないかも。まだ、うん、俺ら別に何もしてないから。何もしてないマジか。今自分が自分の時間を稼いでるだけかもそれ。何の時間稼いでるかわからない今。なんかしてください。なんか俺が意味のあることしてください。もうなんか役立ちたいのね。とにかく生きてる意味がもう役に立ちたすぎて、勝手に警察と戦って勝手に時間稼いでるんだけど。ナイストライ。一回プリズンで頭冷やそう。空回ってるね。剣くんどんなもん？今無限練り行ってます。3000、花3000を練り散らかしてます今無言で。ちなみに俺ね、昨日一昨日で花1万2000集めて寝てた。それ超えるっすわ今日。うわ今日今日は、つゆきくん今日は大型参加しない方向で大丈夫かな。ちなみに1万2000個作って90万で言ったら3億、うん、もっとか。ギャングのためになる方で行かせてください今日は。大型行ったら助かるなら大型行くし、オッケー。ちょっと待って、それちょっと楽しい方行きな。そんなのないっす。そんなのけじめつけさせてください。やばいやばいよ。本って鉄砲玉がファーマーになったガチの。寝ながら大型参加しよう。練り、トラックから練りながら出てきて、大型のとこまで歩いてきて。あ、オッケー、じゃあこのでかいトラック持ってきゃいいですか、じゃあ研究所の。じゃあマジで飽きたらやめていいからね。飽きるとかないっす。いやもう、本当にやる感じじゃん。いらっしゃいませ。やばいやばい、こっちにこんにちは、あなた手紙ですか。呼んでない。はい、呼ばれてなくたって助けます。私は見境なき医師だ。呼んでない。はい、ありがとうございます。助けて。ここは私の管轄です。また呼んでください。はい、ありがとうございます。待って、見捨てないで。知ってますか、止血キットは1個50万円します。最新の止血キットです。いいですか、使いますよ。後継ちょっと見学させてください。まずはこの最新の止血キット。痛くないですよね。痛い。嘘つかないでください。そして弾が体に入っています。これは相当なオペになるので50万円です。高い。そして最新の除細動器がいくらだと思いますか。痛い。いくらだと思います。まあでもたまたま見つけたから100万でいいでしょう今日は。30万かけるダイス1個。
いいでしょう、その賭けのプラン。よし、よし、その話乗りましょう。ダイス1個ですね。1個です。1、30万 2、60万 3、500万。 OK、レッツゴー。飛んだな。180万。ありがとうございます。えぐいって、なんで。いや、えぐいって言いますけどね、100万のところ勝手にあなたが180になっただけ。今ね、気にしましたからね、これ。それはそうだな。負けただけですよね、これは。殺された人にも210万ぐらい払ってんのに。まったく勉強になったな。あざました。こうやって助けるんですよ。ありがとうございます。なんで、あれ、待って、今の23時の後輩か。今のトラ姫ことがちゃんですね。なるほど。 Go yet check your GPS。 あ、受けられてる、受けられてるじゃん。あ、やべ、受けちゃった。うん。 Oh my god。 客船。これ俺がヘリ？客船受けれた？受けれちゃった。いや、ちょっと、そうだ、どうしよう、待って。受けた人が、そうだよね。俺がヘリだよね。まずいことになった。どうしよう。金持ち2人で、俺スパルを出すから。はいはい。金持ち以外は全員、もうボートで頑張って逃げて。ちょっと人足りなすぎない？待って、つるぎくんでしょ？俺でしょ？シャカちゃん。だから2人が、まずバーって殺してって。うん。ギャー漁って水陸両用でビャーって言ったら来た、俺だ、やろう。鶴井君いける？いけよ。じゃあマンツさんとセブンヘイブンさん呼べば、うん、ありありあり。え、どっちもヘリ？ヘリめっちゃ増やす。いいんじゃね。ヘリ3台で他飛行機で逃げよう。作戦名スカイなんだ。行くぞ。よくわかんねえけど行くぞ。呼ぶわ俺。オペレーションスカイフィッシュ。いいね。存在したんだスカイフィッシュは。都市伝説じゃない、俺たちがスカイフィッシュだ。作戦名スカイフィッシュ。概要説明入ります。まず山が水陸両用の飛行機で着陸します。そして中を殲滅し、ブラックマネーを全て引き出した後、中の人たちは山の水陸両用で空に飛び立ちます。我々はヘリを3台出し、アタックしながら山の離陸を助けます。 Do you know？ 中2人で行ける？客船シャカちゃんどう？中2人で行ける？鶴木くんと普通に順調に行ったら全然行ける。行こう。行ける？鶴木くん、リーシンみたいだったら行こう。クーマジこれやばくね？ Do you know？ 知ってるかいか。え、これ成功したら、待って、バイク消えた。俺ら神話になろう、これでスカイフィッシュとして。中頑張れよ、マジで。はい。じゃあ近づくよ、近づくよ。開くよ。湧いたと思う。来た来た来た。左側面終わった？左側面も終わりました。はい、寄せる。左と左が終わったの？来た来た来た。遅すぎる。まだ敵ヘリ見えません。つるぎくん何個目？ここは今1個目取ってます。オッケーオッケー。じゃあ俺一体ヘリで先に逃げるわ。オッケー。じゃあつるぎくん、その飛行機使おう。つるぎくん3個いって。つるぎくん3個ね。わかったわかった。まだ大丈夫よ、まだ大丈夫よ、まだいけるよ。全部で3個ね。うるさいんだけど、その飛行機。山本おなら号発進。次くん、限界まで行こう。限界、限界突破しよう、限界突破しよう。取り切ろう、取り切ろう、取り切ろう。1億5000万パーフェクトゲーム行こう。大丈夫か、もう2個でもいいんじゃないか。宝石取った、宝石取った取った、取った金の玉は、いいんじゃないか。金の玉は、金の玉は3個目発見。ヘリが来たぞー。キャンセルしてくれ。早く早く、取ってる、取ってる。俺に任せろ。っていい、マンタさん、早く飛び降りて。頼む、任せろ。鶴見くん、1台俺が待って、2機来た。早く、あ、取る。もう1台は俺がやる。マンタ先生、2台どっちもやってる。来たよ。オッケーオッケー、1機は任せろ。スパロー、鶴木、早く。やばい、早く。え、死んでる？離脱します。離脱します。危ない、アタックされるぞ。まさか鶴木、お前右と左が分かんなくなって選手に出て NPC にやられたか。死しよう、死。まさか
絶対そうだろ。クズ張り出しよ。ちょっと待って。つるぎ。さあさあさあ。どうなりましたか。サザさんの飛行機ひっくり返りますか。泳いで逃げるんだ。頑張れササー、ボート出そうかササー。頼む任せろ。その間俺が終わってるこの作戦。ゴミすぎ。え、まだ捕まってない。泳いでる。オッケーオッケー。シーシャーク出した、シーシャーク出した。ちょっと待って、これ待って、今作戦何？どういう作戦これ？俺救出作戦。どう？オッケーオッケー。どこいる？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 7000の横。来たよ来たよ。7000の横。大きい？7000の横。大きい？陸に近い？大きい？見つけた。引くなよ。大丈夫、お前と一緒にすんな。サーバルヘリが気づいたかも。怖い。やばい。バレたヘリ回して。とりあえず北に上がる。ヘリだ。終わった。黒いの味方のヘリだよ。え、味方のヘリ。これ待って、通れんのここ。はめるぞ、これ抜けれたら。オッケーオッケー、俺らだけ行ける。やばい、早すぎる。警察のボートが早すぎる。警察来るな。抜けろー。オッケー。これ警察に無理じゃない。抜けてきた。なに U ターンや。これ速攻でヘリ出してきます。坂さん了解。やばい、トラップねー。オッケー、U ターンした。巻いた。ボート巻いた。誰かさ、車出せない。陸に上がるとこが欲しい。7000個車か、ヘリ来てほしい。オッケー、ヘリ出す。ヘリ後ろから来てるやつだよ、警察ヘリ。来てる。ヘリが来てる。やばい、山本くん武器持ってないんだよな、お前。ないよ、ハンドガンしかない。俺車出すから、海岸に来て。オッケー。待って、これさ、ヘリしかいないんだったら俺が置いたヘリいけるかも。あ、でもハリーだ。いや待って、先に着陸されね。遊園地の上なんだよね、俺のヘリ。俺ハンドガンある。今遊園地方面向かってます。無理だ、これ。いい人待って、撃たれない、これ大丈夫。速攻でごめん、これ死んだかも。これさ、泳いでる、なんか。逃げのために位置報告で。今遊園地通過します。遊園地通過してます。今陸を車でそっちに向かってます。今8202横通過。次8203横通過します。了解です。アタックしてくる。海にアタックしてくる。ヘリがやばい。逃げろ。殺される。ブレーキも有効だぞ。よし、ブレーキで振った。うわー、やばい。こっちに行くじゃね。今8206、やばい。北に戻ります。遊園地の下の海岸。待って、やばい。やべ、撃たれそうじゃね。いけー、やばい。うわー、曲がり切った。危ない。ヘリ追えない、逃げます。このまま水路逃げます。どこで出ればいい。なんか住宅街、田んぼみたい。これ一本道だから、このベネツィアみたいなとこか。あれか、あのベネツィアみたいなところ来れない。オッケー。あのね、ベネツィアみたいなところ発見した。オッケー。出るよ。ちょっと待って、今橋、ちょっと待って、もうちょっとまっすぐ進んで。
もうちょいまっすぐ、もうヘリがベネツィアで待機してる。このままベネツィアを南、見えた見えた、ヘリ壊すわ。オッケー、 U ターンしてもいいよ。さあこれトンネル下で、トンネル下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 ね。トンネルまで行け、トンネルまで行け。ナイスタックル。いやこれ多分ベネツィア来れる。今ね8229まで逃げた。じゃあまっすぐ、じゃあそっちまっすぐ、追う追う追う。ヘリ来てる、ヘリ来てる、ヘリ来てる。オッケーオッケー、着陸して撃ってくるかも。オッケー、やばいやばいやばい。抜けろ抜けろ抜けろ。右行こう、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 右行こう。上がってきた、上がってきた。まっすぐね、まっすぐ。今8226からまた海に出る。おい、もう一周します。もう一周して遊園地行きます。2ラップ目行きます。2ラップ遊園地行きます。遊園地行きます。ヘリが来たー。待って、もう一機来てる。やばいやばい。U ターンして、あのベネツィア戻ってもいい。ベネツィア戻る、ベネツィア戻る、ベネツィア戻る。ベネツィア戻る、戻る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 。坂さん、坂さん、あれ下の海岸か用水路のところの出口でもいいよ。俺バニラさんにアタックするわ。オッケーオッケーオッケー。ベネツィア乗りづらいから、あの用水路の先か遊園、あのここ降りれるんじゃない。サンセティック、ここ車出せば。トンネルの途中は行けそうじゃね、行けそうじゃね。え、これ行けるかも、行けるかも。車出せるかも。ヘリ俺が防ぐから、いいよ。車出して。機関長教えて。やばい、警察来てる。どこ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 。ボート、ボート来てる、ボートから。待って、アタック来るよ。アタックされて山が死んだ。山やばい。やばい、殺される。おい、逃げろ逃げろ。今、あの、なんだ、海岸から船出せるところからクラブで出ました、ノンカスです。あとこれ、もしかしたら270個薬乗ってるかも。やばすぎ、煙出してるわ。山はどうなった、山はどうなった。山は名誉の戦士です。ガンマ、放送中。山、近くに警察いたら連打して。伝えるか。行かない方がいい、行かない方がいい。俺クズハ補足してる。行った方がよかったら連打。クズハ補足できてる。ピックアップできますか、どっかで。そこ止まってみます。目の前止まってみます。オッケーオッケー。完全に引きつけてる。ヘリ見える、ヘリ見える。乗ります乗ります乗ります。レインさんにピックアップしてもらった。俺レインさんにピックアップしてもらった。ありがとう。ささ昼食え、アタック行くんすか。ほら煙出てんだから限界だろ。限界突破、限界撃たれてる、撃たれてる。離脱します、離脱します。レイン軍やばいやばい。生き残っている者は声を。え、待って、俺たち俺らだけかよ。みんな名誉の戦士だ。撤退するか。撤退します。一人話したいことある。話したいこと、話したいことあります。俺アジトでみんな集まってから話さなきゃ、話さなきゃいけないことがある。オッケー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 。後で後でアジトね。話したいことが改まって、どうしたんだ。指詰め出すかもしれない、これやばい。止めないと、止めないと、これ指詰め出すぞ。絶対落ち込んでるよ。俺もあんなミスした時落ち込むもん。死因がガチだったら普通に殺す。元気出せよ。多分コメント大爆発してんじゃねえかな。大丈夫かな。いや、こういう時のコメント欄非常だからな。大丈夫かな、聞いてないといいけど。焦げたか、今日一日ありすぎたもんな。完全に剣くんのメンタルキャパをオーバーした可能性がある。新人配信者にはあまりあるストレスがかかった可能性がある。いや、輝いてたよ剣。お前がいたから生まれた映画かもしれない。これは劇場版だったかもしれない。気にする必要はない、面白かったのだから。なんかうちのチームの特徴みたいなとこあるからな、ポンは。頼む、この燃えかすの中で頼む。剣はどこだ。もしかしたら炎上跡地から見つかるかもしれない、剣の死体が。蘇生しないと。そうよ、ボスがあれなんだから。俺だって何度ミスしたか。え、どうする、逃げ切れましたとかだったら。鶴見くんどうすか、鶴見くん捕まってるっすか。鶴見くんさっき喋って神妙な面持ちで話したいことがあるので皆さんアジトに来てくれますかって言ってました。あれ、てか一緒にいなかったの鶴くんと。いや、そう、一番最後にまでいた、はい、ヤバが、あの鶴くん刑務所に来てなかったって言って。え、ほらあるぞ。え、
あるか。まさか交渉に成功した、もしくは誰かがピックアップした。いや、どっちでも熱いぞこれ。おい、迎えがないようだが。え、あ、なんかね、鶴見くん生きてる説だって、なんかアジトに来てください、話がありますって言われたらしいぞ。え、そう、え、辞表じゃなくてそれって辞表いや、これね、何択かある、辞表の可能性もある、声の感じが。そうだよね、すみません、みんなに話したいことありますみたいな感じだったから。生きてるんだ。さっきいたんだよ、無線に。いや、これアジトで椅子座ってた相当役者よ。期待しなくて、ハードルを下げていくんじゃなくて、ハードル上げながら行くんだよ。なんで死体打ちみたいなこと死体蹴りになるだろ、それ。やばい、いや、お相撲さん、いや、帰るまで言わんでおこう。みんな道路から帰ってきて。続き溜めてたね。続き溜めてたね。いや、これね、ギアセカンド中です今。NPC にサノバビーチって言われてる。鶴木くん、それいく、一旦事務所入ろうか。ちょっと事務所行こうか。あ、待って、診断するわ。待って、診断する。診断してみて。俺、ちめくなった。ほらか。死んでる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 。お願いします。彼、彼が影響。彼、火の、彼が燃えてます。燃えてます。この燃えたバスの中から、消火、消火。頭が燃えてます、これ。沈まれ、沈まれ。消火しろ、消火しろ。やばい、やばい、やばい。大丈夫か、剣。どうしたんだい。やばい。蝶ネクタイつけてる。何があったんだ。すいませんでした。左行けてて困惑して右飛び込んで。もうどっちが右か左かわからん。もう右も左もわからない。右も左も上もわからなくなってしまって。すいませんでした。皆さんに迷惑かけて。ちょっとコメントはね、コメント落ち着いてね。コメント紹介します。はい、紹介します。コメント落ち着いて。はい、落ち着いてください。落ち着いてきた、落ち着いて。はい、はい、はい、はい。なるほど。あと、いい報告がでも一つある。ん？お、まさか。中身、持ってます。うわぁ！何があった、何があった、何があった。最高の警察官の方に見逃してもらったっす。誰、誰、誰だ、その名は？それは言えんす。なんでだよ。それだけは言えんす。それは言えよ。いや、でも確か、ちなみにだけど払った、賄賂は。払ってないっす。そんな正義の心。そしてすごその警察官の名前は。それは言えんくらいさ。俺ら金を得た。ヤバだな。そうか、じゃあ大成功だ。やったー！スカイフィッシュ作戦が